久人様は筑波大学附属高校進学の際、期間限定で作られた定型校進学制度を利用してお茶の水附属中学校から筑波に進学。一般入試とは別ルートだったことが物議を醸した。そして今、筑波3年生の久人様の進学先に世間の注目が集まっている。学校推薦型選抜による東京大学など、 いくつもの進学戦候補が浮上する中、残り半年余りとなった高校生活を悠仁さまはどのように過ごされているのか。前編記事、トンボ論文執筆に続き、国際学術会議にも出席へ、悠仁さま、東大進学論争の裏で指摘されている疑問と布石に続き、激化する東大進学論争の行方と今後の不安について、重報する。 スクフの在学生が悠仁様の高校での様子をこう明かす。入学したての頃はいろいろ噂もあったけど、その後は結構、普通、でしたよ。バドミントン部に所属して放課後練習にも参加していたし、文化祭でクラスの出し物に参加したり、教室移動の時は、大抵男子に3人で歩いてますね。最初に先生が、普通に接するようにって言ってたし、 だだんだん慣れましたただ、常に、大人の人がちょっと離れたところにいて、校内の植え込みの影とかに立ってるのには、いまだにびっくりします。最初の頃は怖かった、わら、文化祭のカジノで悔しがる様子が目撃されたり、バドミントン部の部活では、先輩のシャトル拾いから始めるなど、普通の高校生活を楽しみつつも、常に数人の警備職員が校内のあちこちにいる学園生活。 しかし、セキュリティを考えれば、やむを得ないことだろう。そんな、大人、に見守られた悠仁さまの高校生活もあと半年余りとなった。同校では、高校一年の時のクラスがそのまま持ち上がるため、3年間同じメンバーで過ごす。クラスの結束は、かなり硬い、のだという。のりこ様は何度も足を運ばれて、9月の霧影祭り、文化祭、は、 3年間のクラスの集大成なので気合が入ります。部活を引退して勉強に集中する人や、大学受験を意識して簡単な出し物にするクラスもあるけど、組によっては演劇などにプログラム作ったり、先輩方を見ていると、そういう組の方が進学実績も良かったりするんです。全室のつく不在校生。そんな学校行事や部活に加え、皇族としての活動もなさった上に、 論文を執筆した久人様さらにこの8月には昆虫学に関する国際学術会議で共同執筆者らとポスター発表する予定とされているこうした努力は並外れたものであると想像される母である紀子さまもまた随分な努力をなさっているというグリーンボランティアという保護者の集まりがあって紀子さまはこれに参加してらっしゃいます 学校内の花壇の手入れなどをお手伝いするボランティアです。昼間の活動が多いので、お仕事をしている保護者は参加しにくいのですが、のりこ様は何度も足を運ばれています。雑草を剥いたりする屋外の作業ですし、参加なさると聞いて大丈夫かなと話していたんですが、花壇を囲んでおしゃべりをする輪に入られて、楽しそうにしていらっしゃいます。お疲れ様。 で配られたキャンデーを、美味しい。と言って召し上がっていらしたのが印象的です。